ゴーリキ先輩遅いな。遅かったじゃないですか、ゴーリキ先輩。僕らの貸し切りみたいなもんですよ。え？アンナ先輩？悪魔。ゴーリキ先輩は今頃ありもしないお土産のお饅頭を求めて館内を探し回っている頃ですわ。ひでえ。どうするんですかこれ。だけどタヌキチはアンナのことが好きだったんでしょ。これで両思いじゃないの。見つけましたわ。なんだかお二人はとても仲がよろしいんですのね。アンナ、そういえば昨晩私と奥間くんが愛を育んでいた時も突然あやめさんは奥間くんの家に現れましたし、決意してのことでしたの。奥間くん、はい。傷つけていたなら謝りますわ。でもこれからはもう我慢する必要もありませんから。が動いてしまいましたら愛ゆえに。奥間くん、リンくんが今どこにいるのか知ってるんじゃありませんか。え、まだ見つかってないけど。どこにいるんですかリンくん。え、あ、だから探してる最中。なぜそんなにムキになって隠すんです。あ、おかしいです、怪しいです。あ、わかりました。私を驚かせて楽しんでるんだ、そうでしょ。え、ダム、お願い工藤さん、僕に。 Why are you gay? 今の何かしらね。なんでしょうね。まさかこれ以上問題を起こすような発言したバカがいるのかしら。困りましたね。そんな人には厳しいお仕置きが必要ですよね。先輩、どうしたんですか。急に走り出して。訳をちゃんと話してくださいよ。なんで、なんであんなになっちゃうの。あれじゃ、何、別人じゃない。どういうことなの。わかりました。その中にリン君いるんですね、そうでしょ。私も中に入れてもらえませんか。誰か助けて。で、よっ、お怪我はないですか。顔にも。お、あの人が、私の運命の人だったのですね。 The next day. 現実と向き合いますか。なんだよこの化け物は。リホフラロイド様、ロイド様、ロイド様。あ、はい、あなたのセレンヘムアエンです。あなたも軍人志願だったんですね。はい、あなたのセレンヘムアエンです。で、あなたは一体何者ですの。バカ野郎、この女、お前の目は節穴か。節穴だ。で、こんな時間にどこへ行くんだ。く、本当最悪最悪。誰、うん、誰かに話したら容赦しないから。話したら？あんたにされそうになったって言いふらしてやる。冤罪だし、それ。大丈夫。冤罪じゃないから。あんたの指紋を許さないから。綾野浩二君、私が聞きたいのは一つだけ。今ここで知ったことを誰にも話さないと誓えるかどうか。よし、また秘密ができちゃったね。で、宮村くん、どうして髪切ったの。え、いや、夏だし。夏だからだってさ。へえ。ねえ、なんでいつも冬服なの。寒がりで。ピアスの穴すごい。すげえ、氷の女王みたいになってる。なんだか寒いね。多分今だけだって。あ、何、何のこと。うわ、ここ寒。で、渡辺さやかです、よろしくね、うさくん。こ、
こちらこそ、渡辺さん。さやかでいいよ。コロッと騙されて、男ってアホばっかりだ。真由美さん、ごめんなさい。私っていつもうざがられちゃうな。あっとかくしゃっとかぐるっとか超うぜぇ。まゆみちゃん落ち着いて。デリデリすんな。童貞気分仲いいんですね。おお、さやかがいない間にいろいろあってな。そりゃもうねっとりぐっとりと。ふぅ、ひどい仲間じゃないですか。誰が仲間だ。またまた。そういうもんか。伊藤はせっかちだよね。あ、伊藤誠です。どうも。じゃあ俺がピーター？ええっていうか、本当にいいのか。服の上からならいいかな。よかった、ようやくわかったんです。で、知ってるなら教えて。教えてよ。響くんが何か隠してるなら。言えない？言えないこと？ねえ、お願い。何それ、どういう関係？友達？私たち付き合ってるんですけど。え、そうなんすか。うい、うん、あれ、キスとかしないんすか？え、うっそー。じゃあまた。ごめんなさい。って、ちょっと先生、危ないじゃん。お、何に使うんだい？うちの担任殺そっかなって思って。ほう。人にぶつかっといて謝らないのは非常識だよ。先生、痛い痛い。ダメだよ、定時に帰っちゃ。もっと生徒と触れ合わないと。ちょっと雑すぎ。死んだね。お腹すいたの？クスクスクス、運命の人を探さないといけないんですから。クス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 、見つけた、召し上がれ。隠し味は私の、あ、い、ちょ。朝から騒々しいですね。私の大切な人が落ち着いて休めないのですが、このゴミ虫と。覚悟はいいですわね。デッドリープパニッシュ。5 minutes later。 変な人たちが押しかけてきて怖かった。恋人たちは呪いの力に祝福されて、未来永劫エターナルで。雪とカスもなんか楽しそう。私も行かなきゃ。こんなはずじゃなかったのに。本当、あの、これ出てけよ。帰りも一緒に帰ろうね。正門で待ってるから。私はいいわ。ユキ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 
本当に撃つなんて。だってよ。大丈夫か。あ、アイナさん。かすっただけでもいて。もう探したよ。セイジ君、撃ったの。それが大変。セイジ君を傷つけてもいいのは私だけなの。そんなことじゃない。デアン。中に誰かいるの？中に誰もいませんよ。金ちゃん、私に何か隠してることない？ない、ない、ない、ない。隠し事なんてありえじゃない、ありえねえから。そう、よかった。じゃあ私帰るね。さあ、どうぞ、キンちゃん。おお。全部キンちゃんのために作ったんだよ。おお、ありがとう。うまそうだな。食事の後は、お風呂、それとも、まだ、まだ。ね、ちょっと、なんで私の席には食器がないのかしら。これでいいかな、メロさん。メロとお呼びください、旦那様。それじゃあ、行くよ。ダーディーン。何やってるの？イチャついたりして。ちょ、ミーヤ、何する。婚約の相手はダーリンじゃなきゃ嫌だもん。それまでは僕が運んであげるよ。ダーリン、あなたは星に弱そうだし。ちょっと何やってるの。よし、このままあの子助けて、ダーリンにかっこいいとこ見せるんだから。ところで、旦那様に恋人はいらっしゃるのでしょうか。狙ってる。それに、旦那様でしたら、その…大丈夫です。すでに攻略済み。あまり…ダーリン、どうなってもライバルが増えたってのに、のんびり構えてられるか。なんだかんだ今までは、セントレアは一線も越えない、アピはお子様、スーは問題外、私がお嫁さん候補第1位にされたのに。私たちはそんな風に見ていたのか。ダーリンは絶対に渡さないんだから、わかった。そんなつもりはございませんわ。あ、絶対に、それだけはありえません。私は秘伝がしたいのです。決して報われることのない愛を旦那様に捧げたい。本性を表したな。で、教えてるのはおじさんって言ってましたよね。っていうかその子女の子ですよね。しかも可愛いですよね。可愛い女の子と手をつなぐことが師匠のお稽古なんですか。それが竜王のお仕事なんですか。はじめまして、夜叉神愛と言います。弥一先生には手取り足取り、いろいろと教えていただいていますね、先生。おーい、こいつ何言ってんだ。嘘つき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 、本当に将棋しかしてないんだって。どうしたら信じてくれるんだよ。拷問します。師匠は本当のことを言ってくれないので、痛みと恐怖で自白してもらいます。いい、弱い、すごくいい。師匠に喜んでいただけて、アイも嬉しいにゃ。うわ、アイちゃん何してるの。師匠をマッサージしてるんだよ。ふみ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 、みんな最高に気持ちいいよ。お
大石先生に振り飛車を教わってるって聞いて様子を見に来たら。違くて、ちょっとリフレッシュを。ジェイスリフレ？トンシシロクズ、はけ。あいつとは中学の時にネット将棋で出会ったんです。そのうち対局後にチャットで話すようになって。チャットでナンパしたんだ。違いますよ。そもそも相手が同い年の女の子だなんて思いもしませんでしたし、まさか騎士と女流同士だなんて思わなかったし、ましてそれがあの才の神以下とは。で、以下は運命だって言って盛り上がって。どこでやってたの？個室のある喫茶店とかカラオケボックスとか。それをデートって言うのよ、ぶち殺すぞ悪い。あいつとは何にもありませんって。でもまだ返事待ちみたいじゃない。どうせ都合よくキープしてるんでしょ、持ち駒みたいに。ちゃんと断りましたってば。何ですか。邪魔しないで、今こいつから元カノの話を聞き出してるから。詳しく聞きましょう。がーい、落ち着け。てか元カノじゃないで。すまん。亲爱的，枉费我想尽办法跑出来，还给你带了这么多礼物，你却和别的女人勾搭在一起。喂，话说的别这么难听，我们只是分到一组了而已。这种分组我不承认，浩一只能和我在一起。你凭什么决定？ヤヤ愛してる。ヤヤ魅力的。ヤヤは俺の嫁？起きていたのですか、雷神？人の耳元で何をやってる？雷神がヤヤのことを好きになるように学院は全寮制、一晩中二人っきりで過ごすんですよね。眠れぬ夜が続きそうですね。いや、俺は眠るからな。妙な真似したら追い出すぞ。雷神を見るから。女って、あれは子供だったぞ、子供。いいえ、女です。翔子、翔子、翔子、いつも翔子のことばっかり。むしろいい女かもな。雷神、やっぱり年上が好き。ヤヤというものがありながら。翔子さんが作ったんだからな。また翔子って。待ってください、雷神赤羽。少し二人きりでお話ししたいことがあります。二人きり？内緒の話か。はい。男女のむつみごとかな。A few moments later。 さっきの目狐のことを考えてるのですね。なんて無駄に勘がいいんだ。今すぐパンツを脱いでください。あの目狐がふざけたことをしてないか。こんな時間に何か用か。デート、してあげてもいいわよ。明日の放課後開けておいて。デート、せっかくのお誘いですけれど。なあ、いいぜ。大使、ひどいです。あんまりです。あのな、やや。はい。俺は別にシャルに惚れたわけじゃない。翔子さんみたいな豊かな女神の谷間を持つ女性ですよね。また翔子、また翔子。そうじゃなくて、俺がシャルと出かけたのは確かめたいことがあったからだ。あなたがガントレットだなんて世も末だわ。お祝いに決まってるじゃない。一応その成り行きとはいえ、あなたに助けられた側面も客観的に見ればなきにしもあらずだから、全力でお相手するわ。俺は手加減しちまうかもな。何をバカなこと。いややわ、ややは手加減しません。え、
変態扱いされるだろう、俺が。どういうプレイですか、ライシン。女を連れ込んで吊るして。ずっと一緒にいただろ。更衣室で 0.3 秒ほど目を離しました。 0.3 秒じゃ口説けもしないからな。お前ちょっと大きくなったんじゃないか。わかる？もんでみる？はだけるな。胸じゃなくて背丈の話だ。離れろ。もう大人だから、大臣のお嫁さんにもなれるからね。小紫ったらお茶目ね。姉様からちょっとお話があります。で、もう朝ですよ。今のセリフを使いこなすにはアコではステータスが足りないかな。瀬川。何？ゲームの時に言ってたのって、お前が3組の男子に告られたって話か。だからなんだって言うのよ。いやすげえなって。やっぱお前モテるんだな。フラッシュバック。最近は告白されたし。マジで？ああ、シューちゃん、イケメンとか死ねばいい。死ねばいいですよね。え？もう本当にリア充とか死ねばいいですよね。告られる人とかゲームから出ていけばいいんですよ。近くにいるだけでなんか不幸になる気がするし。ああ、滅びないですかね。興味ないから。アコ落ち着け、落ち着け。シューちゃんはリア充、シューちゃんはリア充、シューちゃんはリア充。アコ、シューちゃん。なるほど、私たちと違ってシュバインは立派なリア充というわけだね。壁殴り大根を頼むか。マスターまで。ちょっと相談があって。なるほどにゃ。その子、リアルとゲームを全然区別してなくて。誰に何を言われたんですか？え？誰かに会ったんでしょ？それで何か言われたんですよね。女の人ですか？いやいやいや、違うって。そっか、女の人なんだ。違うって。奥さんって夫の浮気は一目でわかるんですよ。浮気なんかしてねえし。名前聞いてもいいですか？なぜ？ご挨拶したいので。やめて。というわけで一発で全部バレました。見ましたよ。アコ、ああいう人がルシアの理想なんですかにゃ。あ、まだ来てないぞ。だからあいつは彼女とかじゃなくて。わかってるよ、嫁さんなんだろ。プー、西村、死ねとは言わんが。とりあえず不幸になれ。素直すぎるだろ。あ、平気平気、いつものことだし。西村って秋山さんともたまに話してるよな。これって浮気じゃね。ああ、これは嫁さんに伝えないと。ルーシアー。